焙煎して絞ったごま油側を剥いた白ごまの種子ごま油はごまの種子に圧搾等の加工をして作られる食用油の一種。日本では通常白ごまを焙煎してから加工した茶褐色で独特の香味を持つものを指す。色と香味を活かすためろ貝以外の生成が行われることは少ない。焙煎の強弱で風味が変化し様々な使い分けができる。 中華料理で主に使われるごま油は摂氏200度以上の高温で焙煎を行ったごまを作油したもの。韓国料理でも同様に高温で焙煎してから作油したものが主流。無色のごま油はほとんど焙煎していないごまから抽出したもので脱臭や脱食などの生成を経ていることが多い。焙煎による香ばしい風味はないが、ごま油特有の旨味は有するとされる。 通常のごま油と区別するため、商品名から大白油や生絞りごま油などと呼ばれることがある。食用に供するほか、ヘアケア、ボディケアなどにも用いる。上質なものは白絞りと呼ばれ、紙油としても利用されてきた。黒ごまは白ごまと比べて油分が少なく外皮が硬いため、ごま油の原料とすることは一般的でないが、黒ごまから抽出した。 ごま油も存在する。白ごまのものと比べて香味が強いのが特徴。黒絞りと呼ばれるが、種子の外皮の色は、油の色に影響を与えないので、白ごまのものと同様に焙煎の強弱に応じた色をしている。採油の方法では、伝統的な加圧による圧搾油と溶媒抽出油とに分けられる。油脂は、基本的に溶媒抽出法の方がぶどまりよく採油できるが、 ゴマは、油量作物の中でも油分が多いので圧搾法でも、比較的効率よく採油できる。椿油や、エゴマ油などの多くの油とは異なり、日本では普及品でも、溶媒中出油でないゴマ油がほとんど。ゴマは、油脂を取るのに使われた、最初の植物の一つである。インダス文明ですでに主要な油用植物として、栽培されていた。日本においては、 現在の京都府大山崎町周辺でエゴマから油を取ったのが、作油の最初であるとされ、代替原料の一つとして、ごま油も作られていた。中世に、菜種油が登場するまで、大山崎油座に独占権が認められ、投下用などとして、重要な日用原料であった。ごま油は、C18 の不法和脂肪酸であるオレイン酸と、リノール酸が主成分。 脂肪酸の比率は以下の通り、酸化されにくい成分を含むため、発炎する温度が黄語などよりも高い。ごま油が近年注目される要因として、ごま油に特徴的に含まれるごまリグナンが挙げられる。ごまリグナンにはセサミン、セサミノールをはじめとして主なもので6種類程度ある。ごまリグナンの中のセサミンは肝臓の活性酸素を取り除いてくれるので、肝臓を守り、 機能を高める。また、アルコールが分解される途中で作られる毒素、アセトアルデヒドの生成も抑えるので、ごまを食べると、悪酔やいや二日酔いを防ぐ効果がある。しかしながら、ごま油も食用油である以上成分のほとんどは油脂で、あり、カロリーが高いため、油脂の形で取りすぎると、肥満の原因にもなる。天ぷらなどの揚げ油、炒め油として使用されるほか 料理の仕上げに香り付けとして加えられることもある。中華料理では、シバーサ油、アサ油、香油と称し、香り付けとして加えられることがよくある。ラー油を作る原料としても使われる。白絞りのゴマ油は、香りが薄いため、頭髪油としても用いる。インドのアーユルベーダでは、アビアンガに使用される。化粧品などの溶媒として使われる例もある。近代までは、 燃料、防水、保存、薬用、洗浄など多くの用途があった。現在は、石油や他の油脂に代替されている。h t t p n d b n ド l ト u s d a g o v スラッシュ,スラッシュ <gov> 目標は、韓国のごま油の世界化、ライバルは、西洋のオリーブオイル中央日報、ファッティアシズファウンドインセザムオイル。 エッセンシャルオイルズ2006年10月7日閲覧。ありがとうございます。